サチは、戦国時代の武将。日後国の国人。通称は、男女どもり癖であったため、どもり男女とも呼ばれた。龍造寺氏の影響下にあった阿蘇氏の確証で、近隣に知れ渡るほどの豪遊の死であったと伝えられる。龍造寺高信の後を継いだ、龍造寺政家との関係が悪化したために、遠石である天草種本に確証として迎えられた。 天正17年、豊臣秀吉によって、九州が平定された後、小西氏の寄り気とされていた天草州が、小西行長の築城武進を拒否するという事態が発生し、加藤清正、小西行長らの討伐軍が攻め寄せると、正近は、四季林戦と共に、これを迎え撃った。ところが、林戦は、討伐軍の兵力の多さの前に戦意を喪失し、 戦わずして撤退すると、正さは一戦も交えずして、退却はできぬと、兵五百を率いて、清政の軍に早朝、奇襲をかけた。短期で、敵将、清政を求めて、敵中深く突入し、清政を見つけると一騎打ちを挑んだが打ち取られた。清政との一騎打ちの経緯はいくつか説がある。清政を組式死球を挙げんというところまで追い詰めた。 ものの、主君危うしと駆けつけた、正さちの家来に、下か上かと尋ねられ、どもり癖のあった正さちより先に、清正が、下だ。と叫んだために、謝って、家臣の槍にかかり死亡したという説と、清正が立ちで戦おうと正さちに呼びかけ、清正が槍を捨て血統に応じた正さちが弓を置くと、清正はすかさず槍を拾い、正さちを打ち取ったという説がある。 ありがとうございます。